ッサード触る。ここで終了を告げる長い笛を切るか。チャンス来た。倒されます。これはペナルティーエリア内。いや、やってしまいましたね。パリ・サンジェルマン PK のチャンスを得ます。ここを決めるとまた差を広げます。いやね、 PK での追加点はね、結構メンタル的にきますからね。ドアクリアタル、ここはどうだ。追加点、パリ・サン狙いすましたシュート。その軌道はディフェンダーの間を抜けてボールはゴールへ。いや、意図的に狙って打ったんでしょうか。を意識することが大事ですよね。ゲームの序盤見ていきましょう。開始早々フリーキックのチャンス。狙いましたね。シュート、いやーすから目を覚ますことがあると思うので、ここからは集中してほしいですよね。クロスが上がる、来た、シュート、おっと、はじいた。